ハリー・ビリー・ウィンクスは、イングランド・ヘメル・ヘムステッド出身のサッカー選手。プレミアリーグ、トッテナム・ホット・スパー FC 所属。イングランド代表。ポジションはミッドフィールダー。デビュー若手時代トッテナム・ホット・スパーユース出身の、ハエ抜きである。ユース時代から、トップチームとの練習に、参加、18歳の時2014年3月30日の、リバプール FC 戦で、 初のベンチ入りを果たした。2014年7月にスパーズとプロ契約を結び、2014年11月27日のヨーロッパリーグ FK パルチザン戦でプロデビューを果たした。2016年8月27日のプレミアリーグリバプール FC 戦でクリスティアン・エリクセンとの交代でプレミアリーグデビューを果たした。11月19日のウエストハム・ユナイテッド戦で、 初先発し、プレミアリーグ初ゴールを決めるなど、良いパフォーマンスを見せ、勝利に貢献した。その後も、途中出場などでもコンスタントに試合に出場したが、2017年4月1日のバーンディー戦で怪我を負い、後日クラブよりシーズン中の復帰はできないことが発表された。2017から18シーズンでは、 エリック・ダイヤーに代わり先発の機会を増やし、先発出場した UEFA チャンピオンズリーググループステージ、ホームでのレアル・マドリード戦においては、メディアやマウリシオ・ポチェッキの監督から称賛されるプレーを見せ、その価値を証明した。2018から19シーズンにも順調にプレイ時間を伸ばし、リーグでは26試合に出場。1月20日の第23節フラム戦では、 試合終了間際に決勝点を挙げた。また自身初となる UEFA チャンピオンズリーグ決勝にも先発出場したが、試合には0から2で敗れた。2019から20シーズンには、中盤のレギュラーとして定着しリーグ戦3 1試合に出場。自身の24歳の誕生日となる2月2日の第25節、マンチェスターシティ戦にて0から0で迎えた60分に、 相手の CK をカットしてカウンターを仕掛け、これをタックルで止めたオレクサンドル・ジンチェンコを2枚目のイエローカードで退場に追い込み、2から0での勝利に貢献した。2017年10月、ロシアワールドカップ欧州予選のスロベニア代表戦とリトアニア代表戦に向けたメンバーに初招集され、最終節の8日、リトアニア代表との対戦で先発フル出場を果たし、 同試合におけるマン・オブ・ザ・マッチにも選ばれた。ウィンクスが代表招集を受けたことに対し、2017から18シーズンのそれまでのプレミアリーグ試合出場が極端に少ないため、一部から驚きの声が上がり、本人でさえも招集された時はショックで信じられなかったと語った。怪我で2018年ワールドカップ出場を逃したが、2018年の UEFA ネーションズリーグスペイン戦では好プレーを見せスペインに対して31年ぶりとなる勝利に貢献している2019年11月17日 UEFA ユーロ2024戦のコソボ戦で代表初ゴールを決めた。ありがとうございます。